はい、実験室です。空調服の下に着るインナーは何が涼しいんだっていうのを前やったんですけど、まあ、気化熱で空調服は涼しくなるということでですね、まあ、乾燥している状態の上インナーで着ても意味がないということに気づきまして、今日はですねこの僕が着ている日清服の7101霧吹きで水をかけて着ようと思います。じゃあ早速ちょっとやってみます。違いますね。すげえ涼しい、はい、で背中いっぱい出ましたもんで、はい、背中がきますね。くるわ。でやっぱ汗かいて部屋気化熱でっていうのが、はい、まさにそうですね。ちょっとしばらく着てますよ、はい、出した状態で10分ぐらい着てみましたけど、はい、やっぱ涼しいですね。涼しいです。濡れてる部分がだいぶこうひんやりしてくるんで、はい、やっぱ汗かいた状態で着てもらうのが一番いいと思いますんで、空調服の中の下は、まあ、ウインナー1枚で着られるのが一番いいと思いますんで、まあ、この日清服のウインナーは非常に涼しいと思いますんで、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。